平井弘明のワンナップゴルフ。あれ前なんか言ってなかったっけ、ロフトだっけ、なんだっけ、なんかをいくつかに調整してもらうんだけど、結局人間がやるからその 0.5 どうなってて、パターかな、パターだ多分、パターをなんか開いてんのかな、なんなのかっていう話じゃないっけ。右目で見る、左目で見る、利き目によっても違うから、作る人の同じ数値で言ったところでちょっとの違いがあって、うん、右目で見る人はロフトが立って見えるのよ、利き目がね。そう、これこうなってて、うん、こっちから要は右目、大げさに言うとこっちから見えるからロフト見えないじゃない、うんうんうん、だけど左で見る人ってロフトが見えるじゃん。だから立ててって言って、見えないぐらいまで立ててって言って、右目の人はもう見えなくなった OK って言っても、左目利き目の人がいやまだロフト見えてる、まだロフト見えてるってどんどんこうなっていっちゃう。そうなってくると、もうさ、ロフトがなくなるじゃんそうだね。そうだから利き目によっても違う。だから開いてる、かぶってる、うん、そのシャフトの向き、うん、こういう、うんうんうん、この入れる向きによっても全然違う。え、どうすんのそれどうしようもないよね。だから一回一回こうやって見てって見せるしかない、その本人の意見を聞くしかない。入れる人は俺なんかのイメージだと、もう見ないで入れて、うん、開く工程はやって、うん、もうこれはもうこのクラブの限界開きましたって言って、もうどうぞ見てくださいっつってでもっとって言われたらもっと開く工程を入れてっていう感じになっちゃう。あ、もうじゃあ始めも何でもいいっつうか。そう、入れる人が右目の利き目で、うん、見る人が左目利き目だったら、うん、そういうことよね。そう、開いてって言ったら、俺が例えば俺右目なんだけど、うん、右目で開いて、いやもうこれロフト見えないし、もうガン開きしてるよって言って、うん、見せて見た人が利き目左だったら、うん、いや全然まだ被ってるでしょってなる。そんなのある、全然ある。怖いよね。そうだから今はスリーブつって、あのネックカチャカチャあるじゃない、うん、あれで向き調整してやれるのよ、うん、だからそういいんだけど、こういうゼクショとか接着だから、うん、接着はもう入れる人の技術だから。もう俺も今同級生にやってもらってんだけど、うんうん、それとかもうこれ以上無理っていうぐらい開いてっつって、あ、そうなんだ。あ、もうグラーンつって、もう骨折してるぐらい右から入れてもらってで絶対にオープンでフラットに入れてっていうの俺、うん、アップライトのクラブは飛ばないから、うん、あれ、それあれなの、言っちゃいけないやつなの。フラットの方がいいですよ、フラットの方が飛びますからあら、飛ぶキーワード出た全然あのカウンターバランスの話じゃなくなっちゃってるんだけど。そうだ、カウンターバランスそう、例えばアイアンでもカウンターバランスってあるの、うん、そう、それはもちろんアイアンのヘッド重量、うん、それウェッジもそうなんだけど、うん、まあパターまでそうなのよ、うん、今とにかく全クラブのヘッド重量が増えてきてるから、うん、カウンターバランスのシャフトじゃないと合わないんだよね、重くなっちゃう、うんうん、振ってて重く感じるし、うん、逆に飛ばなくなっちゃうから、ヘッドが重くなってカウンターバランスだから いつもと同じような感覚で振れる、うんうん、だからカウンターバランスなんだって言って振らない方がいい。普段と同じだと思って振れば、そう、同じになるから。ただ構造上カウンターバランスになってるよっていうだけなの、ね、そうだけ。もちろんでもタイミングとかも全然変わるけどね、うん、どういうイメージをしたらいいのか分かんないという方もいると思うんだけど、うん、紐があったらいいです。50センチぐらいでいいんで紐があればいいんですけど、紐を持ってこう先にこうやって先だけに重りをつけて、こうやってぐん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 って回すイメージちょっとしてもらっていいですか。まあ実際に今お近くにあったらやってもらいたいんですけど、50センチぐらいのとこ持ってこうやって回して、で次にここの重りはそのまんまで、この中間にもう一個重りがつけられればつけてもらいたいんですよ。だから洗濯バサミでもいいんですよ。で紐につけてもらって、したらここの動きがメインなんだ。要はここを持ってここの重りを最初1個だけだから回すでしょ、まあうん、したらここに振られるじゃない、まあそうだね、でもここにもう1個重りつけるのよ、うんうんうん、洗濯バサミしたらこことここについてるじゃん、うん、したらここを回したくなる。近い方、そう、したらここの距離が短いから速くなるでしょ。あ、なるほど、タイミング変わる、うん、そう、だから通常のウェイトのシャフトとカウンターバランスのウェイトのシャフトって、敏感な人は手元が重く感じると手元振りたくなるから、そうすると内急ぎになって右に行くから、そういうことが起こる。だから俺は使わないの。どんな人がカウンターバランス合うの？メリハリがない人、いい意味で。ワンピースでブワーブワーって振れて、うん、なおかつヘッドスピードが速い人、まあまあ飛ばし屋だよね。ヘッドスピードが遅い方でカウンターバランスを使ったら効果があまりない、うん、ないあまりを消そうか、ないヘッドスピードじゃどれぐらいからカウンターバランスの効果が出てくるの？結果論として言っていい、うん、例えば試合とか PGA ツアーとか、うん、日本アメリカ見てて、うん、
カウンターバランスのシャフトをうまく使って飛ばしてるなっていう人を見ると、うん、まあ48か、まあ、50以上ぐらいだよね。いつも言うやつだ。え、それはあれだ、見ててカウンターバランスだって分かんの？シャフトのメーカーね。見て分かんだ。分かる分かる分かる。テレビで見てて分かんの？全然分かる。あのカラーリングとかね。で、タッグだからもうそれは。ただだって文字見えないんだからね、テレビじゃん。そう。ただ、うん、コスメだけってプロ多いから色だけ。ああ、さすがにそれは分かんなくなっちゃうんだ。そうだから、りょうくんとか全部最新のカラーリングのグラファイトデザイン使ってるけど、うん、中身は全部それ言えないやつじゃないの？これサロンにしようかな。そういうのがあんだ。そう、でもそのカラーリングが本当に中身が一緒だったらカウンターバランスとして打ってるので、うん、あ、すげえうまくクラブ使ってんなっていう人はみんな早い。逆を言えば、うん、ヘッドスピードが例えば変な話 1,2 だとするじゃない。そしたら鉄で打ったって100万円のカーボンシャフトで打ったって飛距離は変わんないでしょ。すぐそこじゃない。そう、だからある程度の飛距離を下回ると結局何使っても一緒になるし。そういうことか。そうだから一番恩恵受けるのは40代だよね、ヘッドスピード、うん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 、が一番そのお金をかけて成果が得られる。高反発、反発系がルール上入って、うん、いくついくつの数値を超えると違反クラブになりますよっていうルールが入ったのよ。それの一番ダメージ受けたのは40代の人だから、ヘッドスピード。50代になってくるともうあんまり変わんないの、反発って。その高反発だろう、要は割れるから。早すぎて。そう、あとはそれ以下だと結局ヘッドスピード遅すぎて高反発だろうが低反発だろうが反発しない。そう、反発しないから。そうか、一番ちょうどいいところの人が。そう、一番影響を受けるから。だからそれぐらいのゾーンにクラブを作られてることが多いからね。飛ぶ飛ばないとかの意見言う人って一番40代が多いから。50代30代ってじゃああるとするじゃない。したら30代の人が言うセリフってほとんど飛ばしたいだから、うん、で50代の人が言うセリフって曲がらないようにしたいだから、うん、まあそうだろうね。そうで40代の人は両方言うから。そう、だから一番わがままじゃない。そっか、平井も含め。そっかそっか。そう、より飛ばしたいし曲がらない。そう、曲がらない。そうそう、それがだから一番こう恩恵受けるのが40代なの。そこに合わせて作られてるわけね、動物っていうのは。そう、だから30代50代っていうのは言うセリフはほとんど決まってるから、曲がらない、飛ばしたい。カウンターバランスの話がもうほぼほぼ終わっちゃったから、うん、新たな楽しい話を したんだけど、うん、そういうシャフトって、うん、そういうことすごいある。カウンターバランスの話はもういいの？うん、多分ね、あの意味ないと思う。そうか、ヘッドスピード速くないと効果がないから。そう、あまりね、あまりないんだよね。ってことはアマチュアで50超える人ってあんまり多くないから。そうで、しかも今の重いヘッドでカウンターバランス使ったら結局普通に感じるから、うんうん、ただそういうシャフトが存在してるっていうことが分かっていただければこの動画は成功です。あ、そういうことか。じゃあ気づかないで打ってりゃそれはそれで、まあまあ全然いい。それの方がいいってことで。全然いい。知っちゃうとわけわかんなくなっちゃうかもしれないから、うん、ただ例えばショップにシャフト買いに行きましたっつって、うん、どれどれカウンターバランスって言って、あれ何も書いてないじゃんってなる。あ、そうだね、書いてないんだ。そう、シャフト売り場にカウンターバランスコーナーみたいなのはないの。買えないじゃん。そうだ、店員さんに聞くか自分で調べる。調べるしかない。でもね、カウンターバランスとはねあんま書いてないんだよね。そのウェイトポイントがどこにあるかっていう。あ、じゃあ自分で分かんなきゃいけないんだ。そう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 、そう、俺カウンターバランス使おうと思ったのに。そうなんだよね。そうだから、もちろんアイアンなんかもそうだし、カウンターバランスで服グリップにしようと思ったのに。今年も東北やるんだね、やっぱりね。いろいろね、うん、知ったやつは全部やるから。そうだよね。パターとか、パターもね、今パターもカウンターバランスあるの？カウンターバランスっていうわけじゃないんだけど、ヘッドが前までね 300g から320g ぐらいのヘッドがほとんどだったんでね、パターのヘッド、うん、でも今 350g とか 350g 以上のパターヘッドって多いのよ。重くなってるんだ。そういうのも変わってきてるし、ボールもね良くなってきてるしね、うん、だからそういうこうゴルフクラブの進化に
やっぱ体自身もついていかないと、うん、なかなか結果がね出てこないから、うん、クラブだけいいのを使ったってスイングだけいいのを作ったって、うん、やっぱり両方マッチングしないと。トール君がさすごいカードとか作ってもらったじゃない、うん、マッチング、うんうん、あれはこう理論のマッチングつって、まあね、本当はクラブとスイングのマッチングがやっぱ一致しないとダメなんだよね。ゴルフってすごい大変なの、考えるとね、考えれば考えた分答えが出ちゃうから。だから俺今日すっごい嬉しいことあって、うん、今日レッスンやってきたの、うん、お客様が言ってくださった一言が、うん、いやすごい頭の中がシンプルになりましたっつった、うん、もちろんそういう言葉を言うってことはもちろんいい球打ってんだけど、あそうだからモヤモヤが取れましたっつって、うん、すげえ嬉しいなと思って。自分のスイングに対して余計なことはなるべく考えないで、うん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 、本当に200何十回言ってるんだけどクラブの動きがメインでまずボールを打つことが先決ですという。そうだね、そう体の動きじゃないってことね。そう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 、うん、そっから打ちたい球が出てきたら体って言うじゃない、うん、毎回、うん、そうそういうことですよね、うん、もちろんシャフトも選ぶと切りないから、うん、ある程度見切りをつけて、うん、とりあえず打ってみて、うん、まず買う前に試打することが大事だよね、うん、先元中で3つ何でもいいから打ち比べてみた方がいいんだ。そうだねそうだね、うん、で3球ずつデータ取るのはいいかもしれない。それはショップ行けば取れる、取れる取れる、やってくれる、うん、フィッティング、うんうんうん、どれが一番安定してるデータなのか飛んでるデータなのかどっちを見たいかによっても違うんだけど、あ、そうなんだ。まあそれはショップの人が言ってくれると思うんだよね。例えば飛距離が出るシャフトを探しに行って3つ打つんだったらもちろんミート率と、うん、ボールスピードと飛距離を見た方がいいんだけど、うんうん、あとはそのヘッドスピードが出てるのに飛ばないとか、うん、ヘッドスピード全然出てなくても飛距離はすごい出てるって効率がいいじゃない、うん、だそういうところも見れた方がいいよね。そういうこともあるんだ。そう、あとはもうミート率がなるべく高い方がもちろんいいし、芯に当たんないんだったら自分のタイミングに合ってないからミート率も大事。もうそれでもう明らかに分かる感じなんだ。そうだから 1.3 台とかはもう論外だから、機械によってもミート率変わるんだけど、うん、表示がね、うんうん、1.4 最低でも 1.40 以上はあった方がいいよね。安定したデータを取るのか、うん、飛距離を取るのかももちろん大事だから。芯に当てるための道具なんだもんね、シャフトは。ヘッドを加速させようとしてれば飛距離ってその合ってるクラブだったら出せるから、合ってないクラブはそれをやったらやった分曲がるからね。へえ、うん、力を入れたら入れた分曲がるから、だからちょっとその辺を意識して、うん、まあシャフト選びなんかの参考になったら、うん、いいですかね、今回の動画なんかは、うん、ではちょっと最初カウンターバランスについてお話しさせてもらいましたけども、いろいろシャフトの多少深い話というか詳しい話をさせてもらいました。自分が打ってデータに詳しくなくてもいいので、ギアとかにとりあえず打った感触を大事にしていただいて、それに合ったクラブを、まあ、13本シャフトを選んで流れを作ってあげる、クラブセットのね、それはすごい大切なのでやってみていただきたいと思います。今回は以上になりますので、最後までご視聴ありがとうございました。